5年目の一人は山田大地ドラマスペシャルとしてテレビ朝日系列で2016年11月19日の21時から23時6分に放送されたスペシャルドラマ山田大地作渡辺健主演東日本大震災から5年後の東京のとある町を舞台に震災の津波で家族を失い心に大きな傷を負った孤独な中年男性と 多感な女子中学生との交流を通じて、震災の、その後と、再生を描く。平成28年度文化庁芸術祭賞、テレビドラマ部門優秀賞、東京ドラマアウォード2017作品賞単発ドラマ、部門優秀賞受賞作。2015年、東京のとある町の、小さなベーカリー、ここだけのパン屋で働く、中年男性、木崎秀治は、たまたま訪れた。 中学校の文化祭でダンスを発表していた女子生徒、松永美に目を奪われ、広の歩道教場で美を呼び止めると、綺麗だった、一番だったと賞賛の言葉を残して立ち去る。思わぬ褒め言葉に、右頂天の美に対し、不信を抱いた母、明子は警察を呼ぶ騒動となる。数日後偶然木崎を見かけて、ベーカリーで働いていることを知ったは、が悪い人間とは思えず、 木崎と会話を重ねて、次第に打ち解けてゆく。やがて網は、ベーカリーの主人から東日本大震災の津波で、家族8人を一度に失ったという木崎の秘められた過去を知り、まだ言えぬその心の傷に触れてゆく。大方、久子、大島洋子、三田村健二西沢ひとしふとし、青木和代、若々なめ。 はやさか、ひららほか https コロンスラッシュスラッシュ www.st.tokorozwa.saitama.jp スラッシュ smba1 スラッシュ iitokoro スラッシュ enjoy スラッシュ location スラッシュ rokjisseki e スラッシュ h29 スラッシュ一人 .html ありがとうございます。